ベッドフォード CA は、英国、ルートンのボックスホールの子会社ベッドフォードで1952年から1969年まで、製造されたセミキャブオーバー型の小型商用車である。長期生産されたことと、パグ券に似た特徴のある顔つきで知られる。ベッドフォード CA は10から 12CWT のショートホイールベースと 15CWT のロングホイールベースが製造された。 一般的にはこの車はスライディングドアを備えた小型の配送用版として販売されたが特装車メーカーが仮装できるようにカウル付きのシャーシのみでも購入できた。ベッドフォードドーモビルはベッドフォード CA 版を元にしたキャンピングカー改装モデルであった。当時のベッドフォード CA は現在のフォードトランジットのようなありふれた車であったが近年では希少である。 写真の1965年製、ドーモビルデボネアのように1960年代に、ベッドフォード CA のシャーシは次々とキャンピングカー用として使用された。機械構造部と同じく全面ガラスは標準の版のものを流用している。ベッドフォード CA を改装したアイスクリーム販売車ベッドフォード CA は、その17年の製造期間中に外観と構造に、 ほとんど変更は加えられなかった。しかしながら顕著な違いがある三つの方があった。最初の CA は2枚構成の全面ガラスを備えており、2枚の平面ガラスが中央の英国で曲面ガラスが適化で入手できるようになると1958年頃に2分割の平面ガラスは1枚の緩やかな曲率の曲面ガラスに変えられた。同時に、 オリジナルの塗装済みのフロントグリルが小さな一体型フロントグリルに変更された。3番目の方のベッドフォード CA は深い極立の曲面ガラスの全面ガラスを備え、これに応じて全面ガラス直前の突き出し部分の長さが減らされており1964年も遅くから販売された。1964年製の版は当時の自動車デザイン全般の傾向を反映して、 初めてプレス成形されたアルミニウム製のフロントグリルを備えていた。CA は通常の動力系統の配置をとっており、車体全部にエンジンを縦置きし、後輪を駆動していた。トランスミッションはエンジンの直後に置かれ、トルクチューブ式のシャフトを介して、後輪の固定車軸へと伝達された。このエンジンと三速トランスミッションはボックスホールビクターにも使用され、後の FC。 シリーズモデルの4速トランスミッションは3速のベッドフォード CA に簡単に取り付けることができた。後にはこの4速トランスミッションは工場オプションとして設定された。ベッドフォード CA は当初は排気量 1508cc のオフ三ベアリングクランクシャフトの直列4気筒エンジンを搭載していた。燃料ポンプ、オイルポンプとディストリビューターはカムシャフトが直接駆動した。 ゼニス 34VN ダウンドラフトキャブレターが装着され低圧縮比と高圧縮比の2種類のエンジンが選択できた。後のモデルでは1964年以降のボックスホールビクター FB に使用されていた排気量の多少大きな1594立方センチメートルエンジンが搭載された。排気量 1622cc のパーキンス車製。 ディーゼルエンジンも選択できた。セミキャブオーバーレイアウトの宿命でエンジンは車室内まで飛び出していて脱着可能なカバーで覆われていた。このためベッドフォード CA のボンネットは非常に短く寸詰まりな特徴ある外観をしていた。この構成では運転席と助手席の足元がエンジンにより隔たれることになるが、 車の全長に対し過失に割り当てられる部分が長く取れた。日常のエンジンの点検は小さなボンネットからかキャビン内のカバーを外して行い大掛かりなエンジンのオーバーホール作業を行うにはヘッドライト、グリルとシャーシの全部クロスメンバーを含む全面パネルを完全に取り外さねばならなかった。当時の一般的なアフターマーケットでの改造はパーキンス4。 99ディーゼルエンジンへの換装であった。このエンジンは低出力であったが燃料消費率に優れていた。ベッドフォード CA は当初3足マニュアルトランスミッションを搭載し半不動式固定車軸を介して後輪を駆動していた。後期型はオプションで4足トランスミッションを搭載した。前輪のサスペンションは 前のクロスメンバーに取り付けられた w ィッシュボーンとコイルスプリングで構成されており、スタビライザーバーが下側のウィッシュボーンを繋いでいた。これと似た配置は後にボックスホールビバにも使用された。後輪のサスペンションはシャーシに取り付けられた2.25インチ幅のハンダエンリーフスプリングがリアアクスルを吊り下げていた。10から 12CWT バンが7枚、リーフ。 15CWT 版が8枚リーフで、1枚の厚みは0.25インチであった。ソーダ装置は4本、ロットのリンケージと2つのリレーレバーで構成された、バーマン式ボール循環式ステアリングギアであった。この設計は関連するすべてのリンケージのために、正確とは言えそうにはなかったが、実際にはそれ相応に正確であり CA は、前輪の独立喧嘩方式のおかげで初期の、 フォードトランジットよりも正確な応答性を持っていた。ギアチェンジレバーはコラムシフトでウインカーのスイッチは軽基板についていた。ヘッドライトのスイッチは足踏み式でスタータースイッチはサイドブレーキ下の床につけられたプッシュボタン式であった。軽器は速度計、燃料計、水温計のみであった。ベッドフォード CA が設計された時代は 半導体部品がまだ高値の花であり、自動車部品に応用するには適していなかった。このため水温は揮発性の液体を詰めたカプセルにつなげられた毛細管を通して機械的に測られた。カプセルはウォーターポンプ本体にねじ込まれていた。エンジン冷却液の変化が揮発性の液体を蒸発や結露させ、水温計の機械リンケージへの圧力を変化させる。 ことでケーキの針を動かしていた。後のモデルでは電気式ケーキが使用された。燃料系は現代の車と同様に電気的に制御されていた。燃料タンク内のセンサーユニットは燃料の量を測るために不動化変レオスタットの電気抵抗を利用しており、それゆえに新しい半導体の技術には依存していなかった。ブレーキ系は 各車輪に脱着可能な中鉄製のドラムブレーキを持ち、前後方向に配置された石綿製ブレーキシューが制動力を発生していた。ブレーキシューを作動させる a p ロッキード製の複動式油圧モーターは単一系統の油圧回路を通じてブレーキのマスタシリンダーにつながっていた。マスタシリンダーは機械的にブレーキペダルと接続していた。 この設計は当時としては普通のものであったが、構造上の問題があったために、現在の標準からすると不適当な設計であった。ありがとうございます。